はい、皆さんどうもテントモです。リゼロスの実況となります。前回はテレシアガチャを回しまして、見事にね30連で引くことができました。それ以来の実況となります。で、今回こちらロズワルテでクリスマスガチャレム、こちらをね引いていこうと思います。クリスマスということで、はい。で、このロズワルテでクリスマスガチャシリーズは今他に2つ来ておりまして、1つはエミリア、もう1つはラムですね。で、エミリアの方は1日1回無料ガチャがずっと行われておりますね。で、そこでね、そこでクリスマスエミリアを見事に引くことができたので、あのエミリアのガチャは魔法石を使って回すことはないです。はい。で、今回レムをね引いていくんですが、まあこのレムのガチャが、まあ、どこまでね引くことになるか次第ではあるんですが、次にラムを引いていこうと思っております。まあなるべくね早くこのレムに出てきてほしいんですけども、どうなるか。はい、まあレム推しということで、ぜひともね手に入れたいと思っているんですが、レムリンガチャはそんなにね運が良くないんですよね。一番最初に登場した鬼レムガチャも引くことができなかったので、今回どうでしょうかね。はい、それでは詳細ステータスはこんな感じになっております。で、キャラへ、はい、クリスマス仕様レムリンいいですね。ぜひとも手に入れたいところなんですけども、果たして来てくれるのか、サンタさんお願いします。で、ミニキャラで、ボイス。こんな日に無粋だと思いませんか。早く終わらせてスバル君とパーティーです。はい、そしてこれが必殺のシーンですかね。必殺の時に流れる動画ですかね。で、立ち絵がこんな感じでございます。立ち絵もいいですね。はい、いやー、ぜひとも手に入れたい。手に入れたい。で、これね。新記憶結晶、絵になる皮むき。こちらはラム。ラム姉様が絵になっております。はい、盾。はい。ということで、ガチャ詳細見ていきましょう。10回引く。星 3.7.5%、キャラクター星 3.2.5%、記憶結晶星 3.5% の、まあ、いつもの感じですね。はい。そして、聖夜の装いレム 0.999%。1% ではないと。いつもこれ 1% ですよね。微妙に 0.001% 低いという。はい。で、他の星さんがおのおの 0.083% ですね。そして、記憶結晶は、絵になる皮むき 1.499%。これも 1.5% ではなく、0.001% 低い感じです。で、他の星さんが 0.139% かな。はい。はい、それでは、早速、引いていきましょう。魔法石、なんだかんだね。そう、24000まで、溜まっております。まあ、テレシアもね、30連で引けて、その前の、クルシュさん、クルシュも、あれは10連でね、引けたので、で、それ以外のガチャは引いてこなかった。鬼レム以降引いてこなかったので、まあ、こんな感じに溜まっております。はい。では、行きましょうか。このね、このエミリアも持っていないので欲しいですね。はい。で、あと、ラム姉様ね。これも持っていないので欲しいです。はい。それでは、ね、クリスマスガチャ引いていきましょう。100連。100連引いていくつもりです。とりあえず。とりあえず100連までは回します。それまでにレムリンが出てきてくれることを願っております。では行きましょう。はい。それでは魔法石、久しぶりに消費していきます。では10回引く。本日10連目、行きましょう。カモン。おー。いきなり、星さん来てくれましたね。10連で撤退。
あるか。はい、それでは見ていきましょう。これが聖夜の力か。ね、まだ夜ではないけど。さあどうでしょう。ピックアップ来るか。一つ。はい、リンガの約束、星1。果物屋の娘プラム、星1。オーレム来た。メドレム、星1。お、変化。変化した。やった。やった。星3、2つ？あ、なるほどね。星3、食いしん坊耳。持っております。まあ、いいでしょう。ね。はい。かけら、手に入れることができました。もう一つありますよね、星さん。見ていきましょう。はい、初対面、前にもあった星1。気がついたら異世界を星1。出陣前の猛者たち、星1、ニュー、これニューですね。はい、そして、チンピラカンバリー星1。メダルに変換されました。はい、騎士フェリス星1、これもメダルに変換ですね。次、そろそろ最後ですかね、星さん。はい、古文募集中カンバリ星2。あれ、ああ、そう、あ、そうなの。なるほど、変化したやつだけなんだ、星さん。あ、あ、そうなのか。勘違いしましたね。なるほど。耳のみでございました。ああ、そうかそうか。二つ来たのかと思っていた。はい。まあ、最初一応ね、初手で星さん来てくれました。いい流れ。と信じて、次行きましょうか。はい、それでは。本日20連目回していきましょう。レムリンお願いします。これはどうだ。星2っぽいけど、星3来るのかな。あ、あれ星3か。あ、来てますね。え、どうだ、2つ。今度こそ2つ。はい、鉄の牙リカード、星1。奇襲逃亡、そして誘導星2。よし。おっと、貴族の振動は片方だけ、星3、これ持っておりますね。記憶結晶、なるほどね。あと1つ。気は優しくて力持ち、ガストン星2。さっきも来ましたね。白芸討伐兵星2。家庭教師ラム星1。いい表情ですね。そろそろ。おー、ラム連続。良い闇の中マナを星2。これもいい表情ですね。で、レム。また来ましたが、星1。危ういやがら。危うい刃ラチンス星2。あれ、あれ、今回も一つだけか。なるほどね。あの、最初にあのぐるぐる回ってる本のあれ、なかなか見分けがつきにくい、個人的に。はい、なるほど。まあ、星3連続できております。まあ、流れはいい。はい、それでは30連目行きましょうか。連続できているのでね、いい流れかなと。ではレムリンお願いします。あーっと、これは外れかな。あ、でも上出来判定いただきました。ということは一つですね。
え、チンピララ、チンス、星1。うちはうちの国が欲しい、星1。気象泥棒だったかな。はい、星1。たわいもない日々エミリア星2。さあどうだ。メリークリスマスです。やったやった。さあパーティーを始めましょう。やりました。見事に30連で来てくれました。ニュー星3聖夜の装いレムゲットいたしました。嬉しい。メリークリスマスいただきました。はい、ありがとうございます。やったね。はい、撤退いたします。いやー嬉しい。やっぱりね、クリスマスは違いますね。うん、はい。ではこれで最後ではないか。まだある。はい、主人公スバル星1。でさっきも来ましたね、老剣士の風格ビルヘルム星2。白毛打ち取ったり星2。はい、また来ました。やったー、ついに魔法石ガチャでレムリンを引くことができました。やったね。光っております。いや嬉しい。やったー、クリスマスプレゼントをいただきました。早速強化していこうと思います。やったね。魔法石も温存できました。30連で来てくれたので。なので次ラムガチャ次回引いていこうと思います。はい、今回はとりあえずこれで撤退いたします。はい、というわけで早速ねホーム画面をクリスマスレムリンに設定いたしました。非常にね雪と合ってますね。グッドでございます。では今回の動画はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。普段と違う衣装は緊張してしまいますね。どうでしょうか、レムに似合っていますか。